ジュリケンファイル219マラソン全然違う話題ですが今年は西村智美さんが挑戦お疲れ様でした。確か去年は研ナオコさんが頑張っていらっしゃいましたよね、うん、何のことかといえばご存知日本テレビ愛は地球を救うの24時間番組です。ゴールの武道館を目指してタレントさんが本気で走り抜く姿をドキュメントで追っていくわけですけども、ちゃんと放送時間内にゴールするというのはすごいでしょうね。まあそれはともかくとして、もし来年お二人にあの役のオファーがあったとしたらば、ギャラはいくらならば引き受けますか？それとも絶対断りますか？だからあれ、地球を救うんだからギャラの、実費除いて寄付するんでしょ？どうなんですかね、どうなんですかね。それはとてもあれだけど、でもギャラ高いらしいですよ。ね、うん、あ、そうなんですか。だからそれはちゃんとしてるんだよね。そうなんだよね。最初のうちは金ちゃんやってる頃はなんかギャラはいいとか言っても、でもかなりもらったらしいんだけど、うん、今さらってすごいことおっしゃいましたか。そうだったんだと思っちゃった。いやー、それ走ったらさ、お金になるでしょ、これは。まあ24時間走り続けて、だってあれ 24.195キロじゃないでしょ、これは。もっと、ほんま100キロでしょ。100キロです、うん、こんなんね、やっちゃダメ。体壊す、命縮める。ダチョウ倶楽部も昔これやったんだよな。確かに。それ100キロですか？何キロとか知らないけど。ああ、それで何でしたっけ、うん、お三方に新しいスニーカーをきちんと渡してこれで練習してくださいっていうふうに言われるんですよね、事前にね。でも言っちゃいけないけど、歩いてもちゃんと届く時間なんだって。え、どういうこと？あ、そうなんだ。普通に歩いて、まあ大変よ、確かにね、ずっと24時間大変だけど、歩いていけば届く距離らしいよ、うん。あ、100キロって。だから無理して走ったりなんかするからね、言っちゃいけないけど、こんなことは。本当はね、いやいや、もう気に入っちゃってますけどね。大丈夫ですよね。はい、うん、俺だったら断るな、うん、もうやんない。え、すんごい金額。例えばいくらもらってもやんない。例えばじゃあ何十億っていうお金を積みましょう。何十億、半分考えてるかね。 75% 持っていかれたとして、まだそういうわけない。くる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 、これじゃね、困っちゃうんだよ。困っちゃう。そんな大金になってもらいなさい。もうほとんどもの国に、お国のために。お国の税金だからな。いや、それでもかなりな額が残るとして。うん、そうか。それからじゃあ何か夢を一つ、どんなことでも叶えましょうとか、そういういい状況。夢を叶える、うん、走れば走れば24時間ね。そりゃつまんないじゃん、また。え、つまんないですか？そんな簡単に夢が走るっていうことだけで夢が叶ったらつまんないじゃん。24時間や走り続けるんでしょ。いや、だったらみんなもそうしてあげなさいよ。夢を叶えてあげなさいよ。そうそう、もうすでに走ってる人いるのに。あ、そうか。でも偉いよな、俺真似できないもん、うん、絶対、見てるって疲れちゃうもんね。でも必ず最後ゴールシーンではないっていう。感動はそれはもう、やった人はやっぱり感動、見てても感動するんだもん、何、やってんだと思いながらも、ようやったって思うもんね、やっぱね、やっぱりもうね、涙腺弱いから泣いちゃうんだよね、あれ見ると泣きますよね、どうしてもね、もう専門の人っていうか、マラソンランナーが走っててもそうだもん。あー、大会ですね、本当に見てても、マラソンってのはでも偉いわな。よくやるわ。でもこう酔うらしいね、走って。ああ、そうらしいですね。ランナーズハイとかってね、気持ちいいらしいね、ですね、途中を超えると走るよね、うん、だからよくほら、東京なんか皇居の前で走ってますよね。必ず走ってるじゃない、あんな空気の悪いところ、悪いところもう、あそこが悪いか、高速道路の切符渡すところが悪いかぐらいの悪さでしょ、あの辺りは。ですよね、交通量多いしな、ねえ。だからやっぱりやっぱ好きなんだね。でも小学校の頃とかのマラソン大会とかなかったですか？やらざるを得ないとか。あの頃はだから水飲んじゃいけないって言われたもんな、昔のマラソンしてる時は。水飲んじゃいけないとか。ああ、ね、でも僕らその時も地獄だから言うけど、もうタバコ吸ったからね、持続力なかったよね。でも中学のね、2年生の時に学年で6番になったことある。あ、それすごいですね、その時は頑張ったよね。しばらく経って気持ちいいですよね、それはね。そう、なんかね、ものすごく速く走れるようになるのよ、ずっと続けてガッ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 と同じペースでやってたら、あ、足が勝手に動くっていう感じ分かるよね。ああ、前ドルスターズでホノルルマラソン、はいはいはい、昔ですけど、はい、あれやりましたもんね、はい、その時のね、テーマ曲僕作らせてもらったの。あ、そうなんですか。へえ、未来が、未来さんが詩を書いて、僕が曲つけたの。あ、そうですか。うん、へえ。そうそうそう。もう今は昔のことですけどね。その時全員完走したんですか。全員走ったんですよね。
しませんよ、うん、初めはそういうマラソンがあるんだっていう紹介のために行ったのね。で途中まで行って、あの途中からバス乗ってまた伊東行ってでやったのね、うん、ただ どっかの新聞がなんかがあれはマラソンを冒涜してるとか言って、うん、でなんかトンネルマラソンだとか言ってね、すごい記事叩かれたの。あでもそのマラソンっていうのは基本的にあの心臓病の方なんかのために病人が始めたのね、うん、歩いてもいいよっていうことが、そういうマラソンがあるんだっていうのを俺たち紹介のためにやったのね。いわゆる市民マラソンですもんね。そうですよ、うん、誰でも参加できるっていう、うん、でその次この2回目の時はね、今度俺あのヘッドホンで中にラジオが聞こえるのがあるのね、うん、音楽が聞こえるのが、で僕はいろんな音楽やってるからそれ聞きながら走ってたの、うん、そこにその写真撮られてまたマラソンを舐めてるとかって。なんかさおかしいですよね。あそこ行ったらみんないるんだもん、新婚さん手繋いで行くとか、うん、カメラ持って行くとか、うんうん、そういうマラソンなのよあれ、ね、いろんな紛争したりとかね。そう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 、だからそれが今やもう青梅マラソンなんかでも、ね、もう中島さんがバーンってあのスタートのあれ撮ったりなんかしたり、みんなへえとか手振ったりなんかして、うん、リクリエーションとしてやってるんだもんね。そうそうそう、もともとはそうなんだよな、ね、だから悲壮感が漂いすぎなのよ日本のなんかそういうスポーツをやる時もですね。だから円谷さんが自殺するのよ。そこへ行くかって話ですすいません、はい、じゃあ曲かけようと思います。ブロンディー Call Me